や、絶対僕のサプライズプレゼントの方がいいって。アスモ、ルシファーに用があるんだけど、どこに。何そのマモンのアイディア、全然ダメ。おっとごめんよ、電話中だったか。あ、ソロモン、ちょうどよかった。この前勉強を教えてもらったお礼にソロモンへのサプライズプレゼントを考えてたんだけど、マモンの案がチンプンカンプンで僕はソロモンと契約してるから、僕の方が絶対ソロモンのこと知ってると思うんだよね。その前にサプライズの意味知ってる？そうだソロモン、ソロモンクイズを僕に出してよ。え、ソロモンクイズ？ソロモンに関するクイズに決まってるじゃん。え、そんな一般的な言葉？契約してる僕こそがソロモンを一番わかってるって D3 の先にいるマモンに知らしめたいの。ちょっとまだ掴みきれてないけど、アスモの思いもありがたいし、やろうか、ソロモンクイズ。やった。もしもしマモン、これからソロモンが自分に関することを自分で問題にして他人に答えさせるゲームを始めるよ。いや、そんな言い方されると。え、何マモン、痛い？僕が契約してるソロモンに対してなんてこと言うんだよ。はい、ソロモン、早速出題して。あ、やっぱりちょっと。ソロモン、第一問を出して。いや、恥ずかしいかな。ソロモン、第一問。俺の好きな音楽のジャンルは何でしょう。うん、いい問題。契約してるやつは俺の好きな音楽のジャンルなんて知ってて当然っていう、その自信に惹かれる。そういうことではないんだけど。答えるね。どうぞ。ロック。あ、不正解。うん、もしもし、何マモン、間違えてるって？しょうがないじゃん、だってソロモンは知識の魔術師なんだよ。いや、俺が呼ばれてるのは知恵の魔術師で。いろんなことに造形が深いんだ。ロックなんて安直すぎたよ。きっと僕らにはわからない、聞いたことのないジャンルなんだよ。え？じゃあソロモン、正解をお願い。クラシック。そんなジャンルあるんだ。さすが知識の魔術師ソロモン。絶対知ってるよね。じゃあ続いて第2問。いや、もうやめない？ソロモン第2問。いや、本当に。ソロモン第2問。俺が好きなファンタジー小説は何？うわ、いい問題。うん、もしもし、何マモン、俺その答えがわかる？何言ってんの、契約してないマモンがわかるわけないじゃん。契約してる僕が答えるから黙ってて。スペースパジャマパーティービューティー大戦争編。不正解。っていうか、なんだその作品。え、僕を主人公にした小説だよ、レビに書かせたの。もう、契約してるんだから知っててよ。ああ、逆にすまない。正解は七つの王の物語。次、ソロモン第三問、ソロモン第三問、ソロ三問、ソロ三問、ソロモン。はい。俺は犬派、猫派。全くわからない。もう考えもしてない。てか二分の一なんだから、せめて勘で答えろ。ダメだ。ここまで不正解だと。自分が考えてるサプライズプレゼントも少し不安になってきた。どんなプレゼントなんだ？マジョリッシュアニバーサリー限定ネイルポリッシュ全500種。大不正解。てか500種類って、あとアスモの趣味だし。え、もしもし、何マモン。いや、何言ってんの？ソロモン、マモンがとんでもないプレゼントの提案してるよ。マモンもマモンで怖いな。これだから契約してない悪魔は。ちなみになんて？なんかアニメ7王プレミアム限定ブルーレイボックスセットだってさ。大正解。